ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回はよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW X2 M35i 2019年式2800キロ、こちらの車になります。また個性的な1台が今回入ってきましたね。ですよね。らしいといえばらしくないですか。らしいといえば確かにらしいですけど色もそうですし、そうですね、やっぱり X2 っていうこのスタイリングもちょっといろいろ個性的だなっていう、はい、そしてこれ今回僕ちょっと予習でいろいろ調べたんですけど、はい、僕があの好きな、うん、ミニの兄弟車なんじゃないですかこれ、はい、クロスオーバー JCW。 そうなんです。結構だから共通するとこなんかも見てきたらいろいろあって、はい、ちょっと興味のある一台なんで、もう面白いですよね。だから、はい、そう考えるとちょっと乗りたい感がちょっとだいぶ前のめりなんですけど、はい、ちょっとまずは外装からご紹介させていただきたいと思います、うん、この目を引くボディカラー、はい、ガルバニックゴールドっていうんですか。そうです。なんかちょっと BMW スポーツモデルってなんかこう歴代こうちょっとイエロー系のこういう色を、うん、ちょっとずっとやってきたイメージ。ずっと出してますね、はい、なんかフェニックスイエローとか、そうです、なんかちょっとこの撮影前にもいろいろ話が出ましたけど、はい、なんかちょっとオースチンイエローとかね、スポーティーさ全開の、はい、そして他にないじゃないですかこの色って。そうなんですよ、はい、だからもうものすごく目立ちますよね、うん、そして前回りなんかはもう BMW の共通というか、はい、なデザインな感じなんですね。であの M になってもこの辺とかはやっぱり、あ、若干でもあれなんですかね、そうゴールドっぽくなってるというか、ここがですね。でも何ですかね、ボディカラーがですから、うんうん、だからですかね、なんかちょっとシルバーっぽく見えません他のより。そうですかね、多分ボディカラーのせいじゃないですか。あ、そうなんですかね。ドアミラーの方見るとなんとなく確かに確かに確かに、うん、ボディカラー白なんかだと結構この辺すごくこうブロンズっぽく見えますけど、うん、確かにね、それはあるかもしれないです。結構もうボディカラーのインパクトがすごすぎて、うん、いつものこの M スポーツのこのブロンズな感じがちょっと薄まってるというか、うん、はい、それぐらいちょっとインパクトのある外観になってますけど、はい、あとは結構細かく見ていくとこの辺がガンメタというか、はい、なってたりとか、うん、ちょっといろんな色がというか、うん、使われてるんですけど非常にまとまりがある感じで。そうですね、全体的にはそう確かにまとまっていますね、うん、でいろいろこうフォグなんかなくなってってますけど、はい、X2 はフォグしっかり丸いのついてるんですね。はい、結構 BMW 丸いフォグだんだんなくなってきてるじゃないですか。そうですね、うん、なんかでもこのちょっと通称イカリングとこの丸いフォグがなんかこう、はい、うん、伝統的なのをちょっと感じちゃいますけど、ちょっとね、どうなんですかね。でもそういった意味では衣装が古く見えるんですかね。僕は好きなんですけど。あ、うん、なるほど。でちょっとこれ後で見ていきますけど、いろいろなんかちょっとこうクラシカルな部分も感じさせる部分もありますね、ありつつの、うん、そんなエクステリアになってる。はい、で、まあ、早速横回ってみましょうか、うん、これがちょっと僕寸法を調べたんですけど、ちょっとカンペ見ていいですか。あ、いいですよ。これちょっとなかなか映像だけだとサイズ感伝わらないと思うんで、ちょっと今回寸法をちょっと、全長が4375、はい、全幅が4825、うん、で全高が1535、はい、結構ちっちゃい。そうです、コンパクト。コンパクトですね。でちなみにその兄弟車のミニ JCW が、うん、4315-1820-1595なんで、はい、ちょっと長くて天井がずいぶん低いという。そうですね。だからもうこのスタイリングの車って他ないですよね。なんかあのチョップドルーフみたいな。いやいや本当にそれぐらい、なんかこのドアの比率とこの窓の比率がちょっと違和感を感じるぐらい。そうなんですよ。だからなんかこうな、なんていうんですか、街中で見かけてもなんだろうあの車っていう感じはありますよね。全く新しいスタイリングですよね。そうですね、はい、でこの後ろにこうせり上がっていくこのデザインというか、うん、ね、だからもうだいぶ前傾に見える、はい、ただサイドステップなんか見ると、うん、ちゃんと水平になったんですよね。そうなんですよ。だちょっと特殊な形状にも感じるっていう、うん、はい、そんなボディに収まるのがやってきました、うん、19インチ、はい、これもなんかミニとサイズだったりも一緒なんですね、うん、225-459、はい、でなんか、まあ、もっと兄弟車なんで当然そうなんですけど、うん、UKL2 っていうプラットフォーム、はい、うん、だからミニでいうところ の、 あの幅が広いクラブマンと、うん、クロスオーバーに使われているプラットフォームで、はい、BMW 系列でもその1シリーズ、2シリーズ、うん、あとアクティブツアラーとか X1 とか、うん、あの辺が
要は BMW の FF モデル、はい、プラットフォームみたいですね、うん、だからいろいろなんかだから共通で、はい、キャリパーなんかもデザイン色こそ違えど、うん、もうミニのジョン・クーパーと同じやつがついてたりとか、はい、うん、またサスペンションの形状なんかも当然プラットフォーム一緒ですから、そうですね、はい、ほとんど同じものがついてました。多分セッティングなんかはおそらく若干変えてきてますよね、うん、いや、はい、乗ると分かります、はいはい、なんでちょっと乗ってみたいんです今回、うん、はい、でホイールの方は、ダブルスポークスタイリング 715M です、はいはい、調べました。これもちょっとなんかフロントのリップのところのガンメタリックと、そうですね、ちょっと合わさってる感じ で、うん、最近 の、 あの BM の、 あの M スポーツのモデルとかはあのこの色よく使いますよね。確かに確かに、5シリーズとか、の例えば M スポーツだと リア の、 あの何ですかディフューザーのところ、はい、がこの色になってたり、ね、してますん で、 で、うん、デザインもなんかこうみんなこうちょっと共通性がある。そうですね、ダブルスポークで、うん、はい、天面がこうダイヤモンドカットされるっていう。そうですね、うん、こんな感じの足元になってます、うん、で、車高も M35i ですから少しローダウンされて、そうです、サスペンションも他のモデルより少し硬くセッティングされてるらしいです。はい、はい、でなんか噂によるとだいぶ硬いらしいんで、うん、はい、ちょっとそれも乗って確かめてみたいと思います、はい、でちょっと横のスタイリングの時でもちょっと触れましたできましたけど、このミラーのブロンズがあったりとか、うん、あとはこの下側はガメタなんですね、はい、だ結構本当にいろんな色が使われて、うん、で後ろ行くとこの辺なんかにエンブレムがついてたりとか、ちょっと秀川さん撮影前におっしゃってましたけど、はい、ちょっとクラシカルな感じがするねなんて言って、うん、なんか古い BMW なんかこういうものがこういう風にデザインされてたイメージがちょっと私の中でありましたね。確かに C ピラーに結構そのエンブレムがついてたりとか、うん、なんかその V8、V12 じゃないですけどなんかそういうのもついてたりとか、うん、ちょっと一世代、二世代ぐらい前の車にこの辺ちょっと装飾があったイメージですよね。そうですね、うん、なんでちょっとその辺も感じるデザインになってます、はい、うん、そしてどこ行きましょうか。そしてルーフなんかもアンテナもめちゃめちゃ低いですねこれね。えせめてこうシュッてこう立ってるのかと思いきやこんな平べったいアンテナなんですね、はい、でこのスポイラーというかこのルーフのこれも、うん、ほぼ水平というか、そうなんですよ、うん、余計だからなんかスタイリングをこう低く長く見せてるという、うん、そしてテールなんかは BMW 他のモデルとも共通性のある、はい、結構立体感あるんですよね最近のやつ。そうですね、ボコボコって出てる、うん、こんなテールになってると。そしてバンパーもまあ、他のフロントサイドと一緒ですね、ガンメタリックを使ってて。そうですね、はい、マフラーは左右1本ずつの2本出し、はい、こんな感じになっております、はい、じゃ続いて内装を見てみたいと思います、はい、当然のコンフォートアクセスがついててからのこの内装、うん、これはアルカンターラですかね。そうです、非常にスポーティーなこのヘッドレストとこのシートの背もたれ一体のタイプ、はい、でこれ紺色なんですか、ちょっとブルーですかね。ブルーですかね、ちょっとメッシュの非常にスポーティーなシートがついております、はい、うん、ステッチなんかもこれブルーの。はい、そうです。そしてステアリングなんかはもう本当に M モデルの、そうですね、はい、ちょっとやや太め、はい、スベスベのレザーの。そしてダッシュボードのこの全体的なデザインこそこう他のモデルと共通ですけど、うん、こう傾斜とか全然違いますね。全然違いますね、うん、めちゃめちゃ傾斜ついてます、ね、そうなんですよなんかちょっとこの辺は新しくすごく感じます、はい、うん、ちょっとドアから細かく見ていきましょうか、はい、この辺がこれ一応レゴ、いや、これはこれはビニールですか、うん、そうですね、はい、と思います。この辺がレザー、はい、ね、あ、ここがゴヒ、うん、そしてブルーのステッチが入ってて、はい、はい、こんな感じになってる、うん、まあ、この辺はもう本当にスタンダードというか、はい、そうですね、ちょっとそのラグジュアリーモデルとか、うん、ちょっとそのスポーツしてるモデルじゃないんで、うん、まあ、スタンダードな感じですけれども、はいはい、ちょっと乗ってみたいと思います、はい、内装はこんな感じです。ちょっと先ほど触れたレザーのステアリング、いやステアリングいいっすね。いいですか、はいはい、ここそなんかもう、うん、ミニのこの兄弟車ともう違うっていうところじゃないですか、ね、はい、そしてメーターはこんな感じでオンにしてみましょうか、うん、はい、はい、ちょっと液晶とこのアナログが組み合わさった
こんな感じの、ちょっと割とこう少しコンパクトですかね、幅なんかが。そうですね、はい、こんな感じのメーター で、うん、でビームは本当に必要最低限というか、はい、なんかあらゆることができるというか、必要なものが本当に的確な位置でこう表示されるっていう感じの、こんなメーターでございます。はい、はい、そしてヘッドアップディスプレイも当然ついてございます。ついております。はい、そしてナビ画面はこんな感じで割と大きめの、うん、はい、ちょっと今かけましたけれども、この辺の表示なんかも、うん、ミニとほぼ一緒なんで、はい、結構こう直感的にいろんなものが、例えばインテリアライトでアンビエントのカラーを変えたりとか、うん、はい、あとはエクステリアライトの設定で、うん、まあ、この辺細かく設定したりとか、はい、結構ご存じない方多いんですけど、このターンシグナル、あのワンタッチウインカーの回数なんかも3回と1回で変えられたりするんですよね、はい、そうですね、この辺なんかもちろんしっかりできます、うん、そしてあとはドライビング体験、はい、スポーツ表示なんかもできると、はい、結構スポーツできますね、これ。いや、できると思いますね、うん、あとは一通りこんな感じでございます。だからナビなんかもう安定ですよね。そうです、はい、安定ですね、はい、こんな感じで使い勝手いいですし。ですよね、うん、で、これタッチには、タッチですよ。あ、タッチになってるんですね。そう、待ってます、立ってます。なるほど、はい、じゃあタッチでもですしっかり使えちゃうと。はい、はい、そして BMW、アウディなんかで僕好きなのはやっぱりこれです。はい、やってまいりました。ショートカット、ショートカットないやつはないじゃないですか。そういうことね、はい、ショートカット結構便利じゃないですか、うん、確かに。ショートカットもしっかり、はいはい、BM とアウディぐらいですよね、今残ってる。そうですね、その辺なんかもあると。で、エアコンはしっかり UR ゾーンのものがついてます、はい、そして、うん、ドリンクホルダーが、はーい、一応これ蓋に蓋がついてるという、はい、上下で、うん、はい、蓋になってて、はい、ドリンクホルダーとチワソケットがついてると。そうですね、はい、うん、でシフトがこんな感じであって、うん、はい、でトラクションコントロール、はいはい、DSC と、DTC でしょ、はい、そうです、はい、スイッチとあとモード切り替え、モード切り替えですね、はい、いや、いいですね、ちょっと乗りたくなってきました。はい、はい、でパーキング、うん、はい、こんな感じで、はい、しっかり前後センサー付き、うん、そしてバックカメラ もうこの辺も申し分ないんじゃないかなと。はい、はい、でこれ名前僕分かんないですけど、名前、はい、なんていうんですか、これ、坂道を一定速度で下るやつ。そうです、はい、もうしっかりついてます、はい、そしてアイドライブ、この辺も共通ですからね、うん、そうですね、はい、この辺はもう見慣れた感じです、使い慣れた感じです。そしてこのアームレストの中は2段になってて、うん、はい、こんな感じで、うん、で USB がついてる、はい、ついてますね、はい、感じになっております。でやっぱりダッシュボードの形状が、うん、本当にちょっとこれ多分ちょっと僕初めてこの車の前にあの X2 の、 あの見た時あるんですけど、多分ねこうしないと相当な圧迫感だと思います。ああ、前に出しちゃうと。そうです。であとルーフの高さとかもあるので。ああ、なるほど、はい、うん、天井ずいぶん低いですもんね。そうです。ただこう一回入っちゃうとそんなでもないですよね。そうなんですよ。だから逆に言うとダッシュパネルが高いんですよ。あ、確かにそうかもしれないです。だからこれ傾斜させないと相当圧迫感とか視界不良とか、まあ、デザインの関係とかいろんなことあるのかもしれないですけど、結果的にはこれは多分ベストだと思いますね。なるほど、はい、そしてルーフに行くとアンサーサイトの、はいはい、黒いファブリックのピラーと天井、うん、はいはい、バイザーはビニールですかね、うん、はい、タイプになっております。はい、そしてサンルーフがこんな感じで、いいですね、贅沢ですね。いやー、いいですね、はい、そして、うん、さらに開けられると、うん、あ、欲を言えば、うん、もうちょっと行ってほしかったです、うん、はい、欲ですね、それは。だいたい20センチちょっとぐらいですかね、はい、はい、こんな感じで開けます、はい、ただ後ろまでしっかりガラスなんで、うん、全然開放感は、この低いルーフでも全然全然圧迫感はないですよね。圧迫感はないですよね。こんな感じの風になっております、はい、そしてあと1点だけ僕ちょっともう一個贅沢言っていいですか、うん、この車一応車が、700万円ぐらいするじゃないですか、はい、新車が、うん、ペダルはちょっとステンレスのカバーが欲しかったなって。そうですね、思っちゃいました、はい、
そこはもうお好みに応じてということで、はい、まあ、プラスアルファしていただいてもいいんじゃないかなと。そうですね、こんなフロントになっております、うんうん、あとそっか、あとステアリング周りちょっと触れるの忘れちゃいましたね、はい、あとステアリング周りとしては当然 AC シート、うん、はい、そうです、あとメディア あの操作系と、はい、あとパドル、はい、なんかもその辺なんかもしっかりついてると、はい、こんな感じのフロントになっております、うん、じゃあ続いて後ろの席も見てみたいと思います。後ろ本当に窓ちっちゃいですね。そうなんですよ、もう土方さん先ほどおっしゃってましたけど本当にグランクーペみたいな、みたいな GT とか、あ、そうですね、なんかそういうスタイリング、はい、なんかフロントのなんか 30% ダウンぐらいの窓のちっちゃさだってドアのこの後ろのところが普通に考えたらこれすごいですよ、この上がり方が。そもそもこのベースのプレスラインもこう競り上がってて そこからさらに競り上がってますから、そうです、で本当に20センチ30センチ35センチぐらいですかね、うん、しかない、もう後ろに立ってこれしかない、ね、そして中はでも意外に、うん、はい、普通に広いですよね。そうなんですよね、幅はしっかり取れてるという、そうですね、はい、ちょっと乗ってみたいと思います。はい、気になるのはこの乗り込むときにこのルーフの低さがどうかっていうところなんですけど、ただ結構これよくできてますね、この前後があるんでそんなにこうならない、窮屈な感じしません、はい、僕なんか大して背大きくないんで、あ、頭平気ですけど車のせいですよね、ここのなんか想像以上にステップが高いです。あ、それはあるかもしれないです、はい、まあ、しょうがないですけどデザイン上 SAC スポーツ、ね、アクティビティクーペクーペでしたっけですか、はいはい、余計なこと言うと撮影が止まっちゃいますね、はい、ちょっとここのステップが、はい、確かに車的に、うん、はい、ただ全然全然、はい、他のグランクーペとか、はい、そういう系の車よりかもなんか乗り込みやすいというか開口部広いんで、そうですね、なんか何ですか、腰を下げつつ座ることがないじゃないですか、もっと車高低いと腰をこう下げつつだから、あ、確かに確かに窮屈なんですかね、なんかすごく、はい、あ、後席のアクセス楽ですね、想像以上に。で乗ってしまうと結構車内広くって、うん、開放感すごいです、はい、そんなに、はい、本当にフロントでも見ましたけど圧迫感がない、うん、これなんでこれ穴開いてるんですか、これなんでなんですかね、嫌がらせですか、つっちこう運転してる人にこうここから覗く感じで、なんか不思議な感じですね、はいはい、でスペース的な感じで言うと、うん、まあ、拳1個ちょっとないぐらいですかね、はい、はい、ただ前後はそんなに全然広いです、はい、ルーフも僕175ですけどギリギリ頭がつかないぐらい、はい、はい、絶妙なちょっと高さと前後、すごいこれ考えられてるよ、なんでですか、後席の頭のところがちゃんとこう、あ、ルーフライニングがちゃんと上がってるんですよね、はい、そうだからサンルーフの開口部とかも、はい、土の贅沢の思うようにはいかないけどああなるほど、そういうことです、そう、なんかトータルで考えてるんですね、やっぱりすごいのしっかりここふわってる、あ、そうですそうです、ちょっともう一個だけ贅沢言ってくればまたいいんですか、はい、はい、いいですか、はい、どうぞ、もうちょっとこう、うん、リクライニングできたらいいなって言い過ぎですね、贅沢なんかそれ分かります、はい、でもやっぱり動くこと自体が、はい、なんか良くないですか、確かに確かに、はい、直角と、うん、もう一段いけるんですけど、うん、もう少しだけもう少しだけ、はい、はい、なんかあ、そうですかね、いけたら結構くつろげたなっていう、うん、確かに、そして結構しっかりめっすね、うん、背中も座面もちゃんとしてますね、クッションは作り込みがね、はい、やっぱり、そしてアームレスト、うん、はい、肘掛けなんかこの辺ミニと一緒っすね、あ、そうでしたっけ、はい、こんな感じでしたっけ、これこのパーツ多分全く一緒です、あ、そうですか、この大きさ多分、はい、もしかしたら形状なんか微妙に違うかもしれないですけど、はい、これ全く一緒です、うんうん、はい、こんな感じになっております、はい、そしてエアコンの吹き出しがこんな感じでついてて、うん、まあ、風量調節とか温度の調整なんかできない感じですね、うん、そうです、はい、で USB のタイプ C が2系統ついてると、はい、ついてます、はい、で続いてトランクを見てみたいと思います、はい、この辺なんかエンブレムカチッとする感じで、そうです、はい、割とこう、うん、開口部あるというか、うん、そして容量的に470、はい、カンペが470リットルです、はいはいはい、なので、あの、見た目以上にですけど、見た目もそうなんですけど容量がたっぷりです、そうなんですよ、はい、よくできてますよ、ね、よくできてます本当に、うん、荷物も詰めて、そう、
で下も割と容量があって、そうなんですよ、これ相当ですよ普通に考えたら。さっきから文句ばっかり言って申し訳ないんですけど、うん、文句しか言わないけどねちょっとなちってなってほしかったなっていう。あ、またまたですか、はい、じゃあ BM さんに言っときましょう。そうですね、はい、なんかこんなカチッてできるように。あ、ただこれ結構深いですね。いや本当深いね、結構詰めますね、はい、だから詰めるね、すごく詰める。しかもこれだ取っちゃえば割と高さのあるものもいけるわけじゃないですか、うん、そうなんですよ。だからルーフ低い分こう高さ稼げないかなと思いきや、うん、ちゃんとこれを取れば高いもの、ねうん、全然いけますね、いけちゃうという。だから使い勝手全然いいですよね。いやいいと思います。だってこの全長のサイズで大人4人がゆったり乗れて荷物こんだけ詰めるんですよ。別にリアシートを倒すこともなく、すごくいいですよ。でこのルーフの低さなんで、なんかその立体駐車場とかも困らないとかって。そうです、1500いくつ、はい、うん、その辺の使い勝手バッチリじゃないですか。バッチリです。じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、もうボンネットこそ、うん、同じものを感じました。そうですね、見慣れた光景ですね、はいはい、もう触りまくりました、はい、メカニックなんて、はい、エンジンが B48、うん、でこれ M35 っていうとなんかこう直六積んでるかと思いきや、あの 2000cc の直4なんですね。そうです。でこの B48 が、うん、あの BMW の横置き FF だからミニとかも、うん、もうみんなこの系列のエンジンで 2000cc4 発なんですけど、馬力がなんと306馬力、うん、6馬力、300馬力ですよ。リッター100馬力を優に超えてくるという。だってちょっと前の BM とかですと直六のターボで306馬力カタログ値だったじゃないですか。それ考えたらものすごいですよね。ものすごいですよ、本当に、うん、で306馬力っていうことはミニでいうとこのジョン・クーバーワークス、はい、トップグレードと同じ、うん、まあ、これもトップグレードになってそうですね、はい、相当パンチのある走りをするんじゃないかなと。はい、で駆動方式なんかも当然4駆なんですけれども、うん、はい、基本 FF、はい、で状況に応じて50対50まで持っていくようなシステムなんですよね。その辺の走りもちょっと確かめてみたいと思います。はい、はい、続いて電動周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。全国出張買い取りいたします。欧州車の買い取りはボンドカーズまで。じゃあ ETC をミラーの後ろに差し込みまして、アクセス OK、ETC OK。はい。これ、うん、バックすると、うん、助手席のミラーが、うん、こう下がるじゃないですか、うん。このスタイリングだと余計に見づらいですね、なんか。あ、どういうことですか？下がると。まあ、そもそもなんかこう BM のこの下向く機能って下がりすぎちゃいません？そうですか。はい。僕基本これ嫌いなんで絶対使わないんですよ、はい、これこっちにしてオフにしとくですよね。はい、僕もそうです。はい、ちょっと車の形も全然違うし、もしかして使えるようになってるかなと思って今やってみたんですけど、うん、ダメだったっすそれ BM の全般共通って感じなのですよ。あ、です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 。ああ、もう僕ね、下向くこと時点が嫌なんで。軽く下ぐらいだったらいいんですけど。ああ、確かにね。もうほぼ真下ぐらい向いちゃうじゃないですか。うん、調整もできるんですよね。でもできます。はい、じゃあもうちょっとだけ活用していいですか。はい、はい、よしよし。おおおおおお、こん
車両は電子制御の足回りがないということで、うん、はい、はい、どんな感じの、おお、あ、ちょっと待ってください、張り切りすぎて最初からスポーツでした失礼しました、はい、あ、結構スポーツですね、はい、いろいろが、いろいろが、はい、乗り味もそうだし、ステアリングのフィールもそうだし、うん、でもやっぱり BM ってちゃんと味付けするから、こういう電動パワーステでもちゃんと重くしてみたりとか、はいはい、あのなんていうんですか、らしいというんですかね、うん、ちゃんとあの考えてますよね。そしてブレーキ効きますね。効きますか。効きます。あ、いいですね。やっぱりこの対向4ポットの、はい、しっかり効きます。あ、でもやっぱり結構硬いですね。うん、このなりでなんかもう本当スポーツカーですね。本当にね。ああ、そうだね。タンタンっていう。うん。でもこれって単純な、はい、あの言い方かもしれないですけど、はい、やっぱりホイールベースとトレッドの関係もすごく関わってくるじゃないですか。はい、ピッチングというか、はい、はい、縦方向の硬さですね。そういうのも考えるとなおさらそういう感じにするのかなと。なるほど、まあ、思ったりもして。でちょっとその試乗前に、うん、土川さんさっきちょっと話しましたけど、うん、BMW が FF を作り始めて早20年ですか。です。どういう風に進化したのかちょっと、はい、シャキシャキ走っていいですか。いいですよ、はいはい、ちょっと堪能してみましょう。あれでも2001年かなんかの R50 が一番最初の FF ですよね、うん、BM。 そうですね、そうですよね。2002年になるのかな。2002年ですか。まあ一応2002年3月2日ですか。 FR 屋さんだったのが、はいはい、突如としてミニを手に入れ、はい、FF を作り出すという。そうですね。そしてFF を作ってみたものの、うん、FR 屋さんなんで、うん、FF なのにリアがマルチリンクっていう、そう、すごい組み合わせの車をリアの設置しっかり考えたこの FF、はい、だからなんかそこがさすがなんかこう FR 作ってきたメーカーだなっていう感じが、うん、でこの方にもそのマルチリンク全部引き継いでますから、はい、うん、わ、すげーパワフルっすね、うん、いいっす、いやいいですね、これこれすごい。ちょっと、ジョン・クーパーワークスを乗った時の感覚と、うん、新しい感覚半分ずつで、うんうんうん、なんかすごい新しいものを感じました。そうですか、はい、なんかでもジョン・クーパーのクロスオーバーより、うん、なんかワイルドっていうか、はい、なんだろうな、 BM になってますね、ちゃんとなってますね。え、これ違いますね、違います、違います、うん、今混乱してます、だからあ、そう、ここクロスオーバーと一緒なんだよなって思ってたところと、はい、あれこれあれ違うなっていう、うん、そして下道だとちょっと硬く感じた足回りがちょうどいいですね、うん、いや収まりいいね、はい、全然いいです、びっくり、ちょうどいいですよね。ちょうどいいです。だこれ下道だけだとちょっと硬く感じちゃうかもしれないですね、うん、僕は個人的にはさっき裏の路地走ってる時の硬さってあんまり嫌じゃないんですよ。ああ、僕も全然許容範囲です、はいはい、いいかなと思います。ただ一般の方にしてみれば硬いな、ちょっと疲れちゃう硬さかもしれないですね、はい、そしてちょっと早速スポーツにしてみていいですか。うんうん、うん、またスポーツにすると排気音が豹変するんですよ、うん、そうですね、はいはい、めっちゃ楽しいっすよこれいいですね。これちょっとジョン・クーパーじゃなくてこっちっていう選択肢は、はい、いや全然ありじゃないですか。ありどころかむしろいいかもしれないですね、はい、いいですね。すげえいい音しますね。いい音しますね。でもここまでかあの味付け変えてるから違う車として捉えるべきですよね、やっぱりね。本当に違う車っすねこれ。 ね、全然違いますね、はい、うん、久しぶりにテンションがバカ上がりしてるツッチーを見ましたよ。これ楽しいですよでまたこの作ってる感もないじゃないですか、うん、マフラーの音が、うんうんうん、そうだよね。ないですよね。ないですね。これはなんかうまく音を出してるよね。そうっすね。うん、
スピーカーもからも出てるよね、これは確か。出てるんですかね。確か出てると思います。でもなんかそれあんまり感じさせない。あんまり感じないですね。車によってちょっとんって感じるのあるじゃないですか、うん、あんまりない、うん、確かに。このちょっとしっとり重いステアリングと、うん、はい、この固めの足回りと、そう、ちゃんとしっかり BMW 打たの本当に、うん、いいですね。いいですね、はい。これなんかこうどうしても X2 ってこうスポーツなイメージ僕なかったんで、はい、ちょっと舐めてました。あ、そうですか、はい、あ、それ舐めすぎですねしっかり BMW でした、はい。これ奥様とか乗られてたらめちゃめちゃおしゃれですね。いや、かっこいいですよね。でこれだけシャキシャキ走れば、うん、休日ちょっと運転変わってなんていうのも、うん、で使い勝手いいし。そう、さっきツッチーと、はい、その撮影の合間で話したお話なんですけど、 X2 の2リッター X ドライブのとか、この間ちょっとお客様のお車で試運転をしなくちゃいけなかったので試運転させてもらって乗ったりとかしたんですけど、やっぱりこう X1、X3 とかの流れと違って X2 って車の動きがね断然いいです。ただ X1 とX3 が悪いってことじゃないですよ。 X2 はね全く違いますね。偶数奇数でやっぱり、うん、X5 と X6 がちょっと違うみたいに。そうですね。なるほど、うん、なんか本当に普通のBM のセダンというかクーペというかそっちの感覚です、うんうん、ほぼほぼ。確かに、うん、これほんと楽しいな、うん、これあの BM です、はい、なぜかというと、はい、適度なロール感はい、駆け抜ける喜びがありました。ありましたね、はい、これだな、うん、すごいっすよね。だから BMW って本当にすごいと思いました、僕、この間 RS5 乗させてもらったじゃないですか、うんうん、でその後、うん、アリーナ店でも、うん、たまたま RS5 入ってきたから、はい、じゃあ乗ってみようなんて、はい、改めて乗ったんですよ、うん、でやっぱりこう回数乗ると改めてこう、うん、メーカーの方向性というか、うん、向いてる方向も全然違うなと思って、うん、アウディってどこまで行ってもこう安定してるんで。そうですね、楽だし、はい、快適なんですよ。そうですね。ただそこにこうワクワク感があるかっていうと、うん、そこはやっぱり BMW の方がちょっと一枚上手だなみたいな。そうですね。カメラマンにそれ言ったら、やっぱり BM は駆け下ろがあるんですよって、うん、駆け下ろってなんだと思った駆け抜ける喜びかって。なるほど。確かにちょっと操作してる感とか、うん、なんすかね、こうちょっとスポーティーな感じとか、うん、単純にこうステアリングが重いとか足が硬いだけとかだけじゃなくって、うん、なんかちょっと操作してる感がありますよね。そう、それはあるね。これは完全にもう本当に好みの問題だから、どっちがいい悪いだけじゃなくて、うん、僕ちょっとこう操作してる感があった方が、うん、まあでもそれは状況にもよるんですかね、うんうん、遠くに旅行行く時なんかはやっぱりこう、うん、その辺はこのモード切り替えて、うん、だと思いますよ。で言ってもやっぱりこう四駆じゃないですか、はい、だから絶対的な安定感はやっぱりありますよね、うん、その辺は。ただアウディの四駆ってまた独特ですからね、ペタッと張り付いてる感があるんで、全然接地感抜けないんですよ。そう、あれやばいですよね。ね、うん、そこはすごいですよね。これいいな、これ本当にこんなに楽しい車と思わなかったっす。そうですか。あれこれジョン・クーパーと一緒だって気がついた時に、うん、あれもしかしてこれ結構シャキシャキ走るかなやつかなと思ったんですけど、うんうん、実際乗ったらこれやばいですね。やばいです。いいし、うん、なんだろうね、意外とこう乗ってこうやって走ってると、はい、インテリアのこう質感とかも安っぽい感じってないですね。あー、確かに。なんか別に全然バランスいいっすよ。そういう感じです。めちゃめちゃ高級かっていうともちろんその違うんですけど、はい、車のパッケージにちゃんと合ってるというか。そうですね、もう本当高級感演出って言ったらね、X7 とか、うんうん、そうですよね、760、750、ね、そちらの方にお任せすればいいだけで。ちょっとちっちゃくて小粋ですね、これは。いや、いいですね。こ
このちょっと走りの楽しさにはしびれましたな。ちょっとこれもしジョン・クーパーとか検討されている方いらっしゃったら比べていただきたい。そうですね、はい、うん、選択肢としてありどころじゃなくて、うん、いやむしろいいんじゃないかと。いやむしろいいよね。なんかこうリアシートのこう開放感とかすごいいいですよ。だとちょっとやらしい話になっちゃいますけど、うん、ちょっとなおさらこうマイナーなちょっと扱いになっちゃってるじゃないですか今 X2 って、うんうんうん、中古車だとその魅力がさらにこうそうアップしません？アップします。だってこれの内容で2800キロであの金額ですよ、うん、ちょっと新車で買うのあるかもしれないですけど。そういやもう全然だってね、まあ、この個体で言えばメーカー保証全然残ってるわけですし距離も全然乗ってないからそういうふうに考えて新車の価格から想像したらね相当お得になってます。いや相当お得です。だからツッチー言うようにクロスオーバー、はい、ジョン・クーパーワークスとか考えてるんであればこちら選択肢にしない理由がわからないです。新車だとちょっとその値落ち幅があるんで何とも言えないですけどね。そうもう落ちたところで買うわけですから、はい、もう全然ありですね。やっぱりこの中古車価格はどうしても人気で左右されちゃいますから。そうですね。これ本当にびっくりしたな、うん、あとはモード切り替え、うん、土方さん当然ご存知だと思うんですけど、うん、はい、DTC と DSC、うん、はい、うん、これ結構ご存知ない方が多いんですよね。なんで？要はこれ1回ポチッと押すと DTC オンじゃないですか、はい、長押しすると DSC オフじゃないですか、はいはい、これが結構知られてないって。ああこの間それを、そういう意味ですか、はいはい、それを書いてるなんかブログだっけな、なんかその車系のニュースかなんかだっけ忘れちゃったんですけどなんか書いてなくて、うん、あそうなんだと思って、うん、あれ知らなかったの？いや僕もちろん知ってますよ。だってミニアですから。あ、はい、あ知らない人が大勢いるってことはね。そう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 はいはいはい、はい、初めて気がつきましたみたいな。ああなるほど、そうなんだと思って、はい、DSC オフにこれ要は長押しするともう全部オフ、うん、はい、はい、うん、まあ、要はトラクションコントロールオフでもう空転し放題、うん、そうですね、はい、はい、要は危ないやつです。はい、やりたい放題ですね、はい、やりたい放題確かに、はい、はい、でこれ DTC オンっていうのがちょっとその、うん、ちょっとだけスリップ強要しますよっていう、うん、雪道とか、うん、はい、そういう時に活躍するモード、はい、だいぶこう極限というか何ですか極端な運転した時は車の挙動だいぶ違うみたいですね、うん、ああそれそうでしょうね。さすがにそこまでは試したことないですけど。いやそうですね、はい、見たいですよ。うーん、だから結構その走るの好きな方とかサーキット行かれる方とかは、うんうんうん、ちょっとその辺ちゃんと分かってると、うん、DTC と DSC、うん、はい、いいですね。車の楽しさがまた発見できるんじゃないかなっていう、うんうんうん、確かに結構頭いいですからね。いや打角と車速といい、ね、はいはい、全部見て、うん、コントロールしてくるわけですから、うん、だってね、やっぱり BMW って、はい、そのなんていうの、まあまあ面白い、操作してて面白い、操ってる感とかいろいろあるじゃないですか。でやっぱり昔からそうなんですけど、コーナリングとかなんか特に BMW ってもうなんていうんですか、何かしてもアンダー弱アンダー方向を崩さないみたいな、はい、当然パワーのあるもので無駄にアクセル踏めばパワースライドはしますけど、はい、普通にパーシャルの領域って弱アンダーを絶対崩さないみたいな、逆にそれが地味な動きでつまんないっていう人もいるのかもしれないですけど、でもそれってなんていうんですか、絶対的な限界性の限界速度も高い速度での話なんですけど、根本的なセッティングがすごい上手なんですよね、あのバランスの取り方が他にないですよね、はい、で FR で50対50に近い、それは理想とされてる、それ言ってることは分かります。それはどこのメーカーでもそうは言いますよ。でもじゃあ リア寄りで、じゃあリアが46% 45% の重量だとしたら、そのリアをどっからをリアとして考えて、どの位置を重くしていくかっていうのも、多分そこまでを BM って考えてたり、スポット溶接の量を調整したりとか、いろんなことしてるらしいので、それがこうちょっとした楽しさになってくるのかなっていう。これは本当に
伝えたい、ね、ねえ本当見るのと乗るのとじゃいや違いの車なの乗らないとダメですね。ダメです、本当にダメです、乗らないと。実車見ないとダメだし乗らないとダメだし、そうです、感じるものですね。そうです、つくづく思いました。本当そうですよ。じゃあちょっと機能的なものも、はい、クルーズコントロール、はい、ACC を、うん、今ついてっております。はい、結構自然ですね、加速減速も、はいはい、そうですね。でいいのはここでできるのいいですね、うん、はい、今割り込まれましたけど、うん、ああそうですね、ああ、はい、そんなに急ブレーキにならず、はいはい、やってくれております、うん、こっちだとちょっと僕慣れないというか、ああそうですか、うん、僕ちょっとステアリングの方がいいなって、はい、使いやすいですね、ステアリングにあった方が。そうですね、さて、うん、あとはその車間距離の設定がやっぱり手離さないんで、うん、ハンドル持ったままこうパカパカってできるのがいいですね。はい、確かに。いやちょっとあっという間だったな、うん、一周、うん、これ楽しいですよ本当に、ね、超絶人気車種じゃないじゃないですか正直、はい、複数、うん、逆になんか小粋でよくないですか、ね、で、はい、なんかでもたまにその X2 の街中でこう見るじゃないですか。そんなに頻繁に正直目にする車種じゃないんで、やっぱりねこう目を引きますし、あどんな人が乗ってんだろうみたいな、間違いなくおしゃれな人が乗ってんだろうなっていう、確かに想像から入りますね。全く新しいスタイリングですからね。そう、そこがたまんないよねやっぱり。いい音だね。変速も速い。うん、速いですね。速いです。すごくいいな。優秀だな。どっかダメ出ししとかないとダメなんじゃない？辛口。いやダメ出しはありますよ。あります。マフラーが片っぽだけ汚くなるとか。あ、そうだよ。そうだ、ね。それはもうミニからずっと。はい。あとは距離乗るとマフラーの真ん中が焼けて、うん、太鼓の真ん中が。うん。でこう後ろからついていった時に、うん、太鼓の真ん中だけあの茶色くっていうか、あ赤っぽく焼けちゃうんですよ、はい、それちょっとみっともないなと、うんうん、太鼓塗りたいですよね多分、うんうん、これ多分あんまり目立たないと思うんですけど、うん、ミニのクラブマンとかってもう太鼓思いっきりしたから、あ通称湯たんぽって言われちゃうぐらい見えるんですよ。丸出しだね。そうそう、それが真ん中がこう排気が当たって真ん中でこう丸く焼けちゃうんですよね。うん、それがちょっとなんかこう、うん、みっともないなっていうか。なるほど、それぐらいですね。なんだあんまり基本 FF 感ないっすね本当に。ないでしょう。ないの。ああいいよね。乗り込むと、はい、表で見た形の車に乗ってるような感じしないね。そうですね、うん、本当にセダン乗ってるみたい。そう、普通のスポーツセダン。足の硬さ、うん、あと僕ミニをずっと歴代こう触らせてもらってきたじゃないですか、うん、この現行のこの F 型からもう抜群にフレーム良くなったっすよね、うん、ああそうなんですか。抜群に良くなったっすよ。へー、それまでってこうミニってこう BMW と別のプラットフォーム使ってたじゃないですか、うんうん、その剛性がまあ足りないのか何なのか分かんないですけど、うん、結構その段差でこうミシミシミシって言ったりとか、うん、
ちょっとこう高速で飛ばした時にこう接地感なくなっちゃったりとかしたんですけど、はい、この新しいプラットフォーム BM と共通の、うん、これになってからもうほとんどそのキシミ音とかしなかったですよね。そうですね、うん、確かにそれは感じますね。だ飛ばした時に全然大丈夫なんですよ、うんうん、飛ばせんすよね、うん、だやっぱり長いことを FF 作るといろいろ多分、うん、ノウハウじゃないですけど、うん、そうですね、経験値が増えてきますから。確かに、うん、あといろいろ共通化するとちょっとその開発費を抑えるためにとかって言われかねないですけど、いろんな車に同じエンジンが積まれてたりとか、いろんな足回りとか共通化されてるって結構そのなんていうんですか、信頼性の部分だったりとかっていうのもアップするわけじゃないですか。そうだね、この車だけのエンジンというよりかは1シリーズも積んでますが2シリーズも積んでます、うん、X1 も X2 もミニもみんなこのエンジンですってなってくると、うん、やっぱり信頼性も大幅にアップしてるっていうのは感じますよね、うん、でいて味付けでこんだけ変えてくるわけですからね。そうです。ちょっと舐めてたんで正直ちょっと舐めてたんで、はい、だいぶ良かったっす。どうですか。だいぶ良かったっす。良かったです。なんかこうヤック付きモデル、まあ、当然これもトップモデルなんで、うん、トップグレードなんで、まあ、ヤック付きって言えばあるかもしれないですけど、うん、その M3 とか、うん、RS とかってもう、うん、見た目から入るこの何て言うんですか、あもうすごいんだろうなっていうこう、うん、あるじゃないですか、存在感がね。そう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 。でもこの全く新しい X2 っていうこのスタイリングで、うん、M35i、うん、あれけど4気筒、うん、どうなのっていうとこから入ったこの走り、うん、いやよかったっす、うん、これはなんかいろんなメーカーとかいろんな企業努力があるんでしょうけど、まあ、さっきも車両紹介で話したようにこの2リッター の4気筒で306馬力じゃないですか。なんかちょっと一昔前だと無駄にブースト上げて燃料吹いて上だけで306馬力だろみたいな数字だけそうって思うけど、この車は、ね、いやだから乗りやすいんですよ。いやそうなんだよね本当に、うん、なんかピーキーでこう乗りづらい感じじゃないんですよ ね全然ないです。もちろん僕みたいにさっき、うん、下道でこう油断してる時にスポーツモードってなってくると、うんうんうん、アクセルレスポンスが良すぎておおってなっちゃいますけど。そうですね、街乗りするのに全然乗れちゃいますよ、うん、普通にコンフォート。いいですね。ちょっとじゃあコンフォートにしまして、はい、はい、エコプロでもいいですかね。うん、はい、穏やか足の動きは変わらないですね、もちろん、うん、電制御じゃないんで、はい、じゃあ久しぶりの土方さんのシャキシャキとした運転を、はい、最近僕運転ばっかりでしょ。あ、そうだよね。そう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 、うん、運転の仕方忘れちゃいましたうわ、めっちゃいい音してる。うわ、これはいいですね。シフトアップの時すごいいいですね。グッて前出る感じ、はい、すごくいいです。なんだろう、なんかいいなこれ。さすが BMW、 うなっちゃいますね。2リッターで300万、 A45 とかはまあもっと出てますけど、はい、すごい時代になりましたよね。本当だよね。なんかこうなんていうの、こう絞り出してる感がないからそれがすごくて、うん、ターボの制御の技術なんですかね。そうですね、まあ全然、はい、僕らが若い時なんつったら笑われちゃいますけど、はい、やっぱりミッションもすごく多段になってるので、はい、そういったきめ細かさと FF でだって8速オートマっすよね。ちょっ
っと前からしたら考えられないですよね。いや、考えられないですね。だって FF ってどうしてもこう横置きですから、はい、そのスペース的な制限があるわけじゃないですか、うん、FR よりも、うん、まあ、FR だったらこう 前後できますけど、はい、FF ってもうそのフレームの幅決まってるから、フレームの幅以上にこう前後できないじゃないですか、うん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 、だミッションの容量も決まってるはずなんですけど、それでも発足が入っちゃうっていう、はい、うん、この車に至ってはそこからさらにフロント そのトランスファー通して4駆ですからね。そうだよね。技術の進歩はすごいです。すごいですね。いかがですか。いやいいですね、うん、ただあのちょっと、はい、贅沢を言うとこう、はい、安定してないわけじゃないですよ、はい、安定してないわけじゃないんですけど、さっきもちらっと言いましたけど、そのトレッドに対しての、ホイールベースが短いので、あ、確かに、もうちょっとなんかこうなんていうんですか、ちょっとしか切ってないつもりがいつの間にかこう少しずつ左寄ったり少しずつ右に寄ったり、違和感はないんですけど気にするとそういうところが嫌ですね。ちょっとホイールベースが短い分こう旋回性能が良すぎちゃうというか、うん、そうです、直進安定性がもうちょっとあった方が嬉しいかなって、うん、そうですね。でもそうするとそうするであれだよね、また土とかさ僕とかさもうちょっとこうキリキリ感がないととかってね逆なこと言い出しちゃうんだよねああ言えばこう言うだろうみたいになっちゃう。だもしかしたらなんですけど、ミニこう主体じゃないですけど、ちょっとそこまで視野に入れてる設計なのかなっていうのを僕ちょっと感じました、うんうん、あ確かにそれはよくゴーカートフィールとかって言われるじゃないですか、はい、確かにね、当然その UKL2 はクラブマンとクロスオーバーだけなんで、うん、はい、はい、まあ、4駆っていうのがもちろん入ってくるんですけど、はい、そのベースの2じゃない1の方はミニ専用だと思ったんですよ、うん、確か、はあはあはあ、なるほど。だ大元にもうそもそもそのちょっとホイールベース短くって、うん、ゴーカートフィールみたいなそういうシャキシャキ走るので設計されてるんじゃないかなと思うんですよね、うん、そうだね、まあそれはありますね、うん、まあでもそれをベースに考えて基本的に幅以外全部一緒なんですよ、うんうんうん、はい、当然2がつくだけなんで、はい、結構部品なんかも共通で、うん、アッパーのそのサスペンションのアッパーが一緒だったりとか。ああ、なるほど。足回りの、わーおー、いいっすね。すごいね。このミッション、ギアのレスポンス半端なくいいです。いいっすよね。すごくいいです。ミッションも今その何ですか？あえてこう変速感をつけたりとか。うん、逆になくしてこうすごくスポーティーにしたりとか、うん、メーカーのこのさじ加減にいろいろできちゃうみたいですね。はいはい、さあやってまいりましたカーブが、はい、あーなんかはい僕個人的に言うとやっぱり、はいはい、FF 感ですね。なるほど、感じますね、まあ、基本 FF ですからね。そうですそうです、はい、そうなんですけど、はい、でもそれは、はい、今まで乗ってきた BM の FR の、はい、その感覚から比べているだけです。だ普通の車って何にも違和感はないんですけど、いやでもいい車だなこれ。ですよ、FR や BMW じゃないんですよね。もう4駆も作れば FM も作るっていう、うん、本当だね。この高いレベルで全部作るっていうのがすごいですよね。はい、すごいと思いますね。さすがです。なんだろうな、こうタコメーターがちょっとずつ上がったとしても、はい、ちょっとずつか、ちょっとずつしか踏んでなくてもなんとなくこう2000ぐらいから上って、はい、ちゃんとこう盛り上がり、下級ブースターかかってトルクの盛り上がりをこうしっかり感じてるっていう、感じれるっていう。
でもその下がスカスカかって言ったら全然そんなことない。そうなんですよ、低速全然ありますよね、はい、うん、なんか一部 の、はい、その評価される方とか の、はい、あのコメントを読んでいると、はい、ちょっと下のトルクが心もとないというか、はい、っていうことを、はい、書いてあるものもあったんですけど、僕はあの3号は今日初めて乗ったんですけど、はい、20の方は何台か乗ってるんですけど、今まで1回もそれを感じた時ないから、え、なんでなんだろうと思ったんですけど、なんか中間加速も街中からさっきも言ったように、あ、これエコプロだねっていう、はい、そんなエコプロで走ったところで全然こうひ弱さも感じないので、なんかオールラウンドプレイヤーでちょっとスポーツテイストでって考えたら、僕はもう100点に限りなく近い車だなって今思いましたね。すごくいいです。楽しいですよねこれ。うん、もうもっとあの、はい、空いてるところで、あの確かに、はい、法律の介入しないところでお走りたいです、はいはい、やっぱり走り行きたいです、ね、走り行きたいです。毎回こういう話になっちゃいますけど、なんかこういう楽しい車に乗ると本当なおさらです。いや、いい車だという、はい、表現というよりも楽しい車だね。楽しい車ですね、うん、確かに、うん、本当にすごいわこの剛性感。そうなんですよね、うん、シェルステータスドライビングでは石川さんスポーツ表示をお楽しみください。ああ、いいですね。硬さと、はい、あとは どうなんですかね、まあ、このデザインですよね、うん、そこじゃないですか、うん、この形が好きかどうか、うん、この足の硬さが硬すぎてないか、うん、立中入るの結構いいですよね。いや、ポイント高いですよ、うん、そこは結構だからミニのクロスオーバーはまあ先代ですけど、うん、日本仕様だけアンテナが取り替えたって、はい、ルーフがちょっと低くなってるんですけど、うん、それでも結構そう当たっちゃうとかっていうお客さんが結構多くて、そうそうそう、別にスタイリング的にはどうでもいいんだけど、その立中に入れたいっていう目的で、うん、ダウンスプリングとかっていうお客さんもいらっしゃったんですよ、はいはいはい、ここまで結構ルフグって押さえてると、うん、結構その辺も使いやすいんじゃないかなっていう。そうですよね、やっぱり日本のその車の環境というか住宅事情もそうですし、ね、単純に街中のコインパーキングもそうですけど、いろんなこと考えるとこの辺のサイズってやっぱりとても重宝するというか使い勝手がいいし大事なポイントですよね、日常使う車としたら考えれば。そうですね、はい、結構だからその制限、それ縛りで車選ばれる方もいらっしゃいますよね。いや、いるいる、幅ここまででっていう。そうです、いや、大きい大事なポイントですからね、うん、買ったはいいけど家に置けねえ、どこにも乗ってけねえって顔にいないじゃないですかみたいになっちゃうもんね、うん、これどこでも行けますね。これはどこでも行けますね。これはね、いやでもほんの数十分しか乗ってないですけど、はい、シート座った感じとか車乗った感じって、だからこの車って疲れない予感がします。この膝の下も伸ばせる感じで、うん、うん、はい、そして調整は、うん、この横のこの締め付け具合を、うん、はい、調整できますんで、うん、めちゃめちゃこう今これ限界かな、うん、もうほぼ車外セミバケぐらいまで、あ、本当、はい、立ち上がってるサイド、はい、ガチガチにできます。ガチガチ、はい、今若干本気で走りましたね。いやいや、もう全然軽くですけどでもあれですね、はい、フロントの接地感がめちゃめちゃいい、はい、
今確認してましたね、はい、すごくいいですね。でなんかちょっといろいろ試したくなっちゃいますね、うん、試したくなる。であのレスポンスがいいんですけど、ステアリングのレスポンスが、はいはいはい、でも過敏じゃないからなんかいい感じなんですよ、うん、レスポンス良すぎるとやっぱりこうなんていうんですか、神経ピリピリしてきちゃうじゃないですか、いろんなこと気にして。でそれがもうギリギリの高いレベルで許容のところというんですかね、それ以上いったらもうギンギンのスポーツカーみたいな。あだからそのさっき言った適度なロール、あそうですそうです、が気持ちいいんですよ、はいはい、でもなんか BM ってちょっとだけロールしたとしてもそこからどんどんロールが深まっていっちゃう車じゃないんで怖くはないんですよ、全然すごく気持ちいい感じです。絶妙な足回りのセッティングと、うん、スタビライザーのセッティングと、はい、スタビもこうグレードによって太さ変えたりしますからね。そうなんですよ、年式によってちょっと違ったりとか。そうですね、それがメカだと苦しめられるんですけど、ああのブッシュのサイズが合わない。ああそうですよね、はい、あとはこうリンクの長さが若干違ったりとか、うん、何年式のこれはこの太さで、うんうん、クロスオーバーですね。いや本当になんかちょっといろいろ試してみたいなと思いました、うん、例えばちょっとタイヤをちょっと、うん、タイヤ変えてももうビンビンになんかこう、うん、フィーリングが伝わってきそうな感じしません？そうですね、こういう車って多分激変すると思いますよ。ですよね、うん、乗り心地しかり、グリップしかり、うんうん、なんかあの意地悪じゃないですけど、もう全然グリップしないタイヤ4本つけて走ってみたいですね、はい、いや最近でもあるらしいですよ、ね、そうなの、はい、うん、僕メーカーやってた時に、うん、某タイヤメーカーの人が来て、うん、いやこれ新しく出てたエコタイヤです、うんうん、これだいぶ燃費良くなったんですよ、うん、その代わりブレーキ効かなく感じるんでやめてください、あのそう走る人にはやめてくださいねって言われました、うん、あそうでしょうね、転がり抵抗が良すぎて、はい、だからそのブレーキが効かなく感じちゃう、うんみたいですよ。なるほど。特に最近低燃費低燃費って言われるから、そういうタイヤの受けがいいらしいですよ、うん、なんか分からないでもないですけどね、うん、なんかそういうタイヤつけてこうビン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 飛ばしていってこう四駆の性能とかさ本当のそう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 本当のコーナーのバランスとか確認してみたいな。それ完全に走り屋の練習じゃないですかそうだね、あえてこうグリップの低いタイヤを履いて、そうです、感覚を感じるっていう。そうですね、確かに最初からいいタイヤ履くとこう上達しないと言いますからね。そうなんですよ、はい、うん、タイヤに頼っちゃってと雑になりますから、アクセルブレーキが。そうですね、うん、それ面白いかもしれないですね、うん、エコタイヤ履いて、そう、はい、なんかねすごい動きでいったぞって。でもきっとこういう高精度な車たちはちゃんと制御してくれるんだろうけど、ね、どんな動きするか。確かに試してねえな、そういうのやってみたいですね、うん、昔あのこう変わった人というか、はい、変な人がいて、はい、ドリシャが生えた時に、はい、リア 2本、はい、テンパーで走ってる人いましたけど、でもそれは長く走れないですよね、はいはいはい、あっという間にタイヤダメになってましたけど、あそれとも面白いだろうなと思いましたけど、確かに本当タイヤ変えると全然違いますよね、うん、僕それこそ21ぐらいの時かな、うん、初めてこうハイグリップのタイヤ履いたんですよ、はい、びっくりしましたもんねそうなの、こんなに違うのと思って、もうそれこそ免許取り立ての頃なんか本当にタイヤなんか全然気にしたことなくって、うん、とりあえず一番安いのくださいみたいな、はいはい、はい、それからなんかだんだんちょっとサイドボールの形とか気にしだしてみたいな、うん、でたまたま入れた横浜のそのハイグリップの大敗でびっくりしました、うん、なんだこれと思って、うん、タイヤなんかどれ履いても一緒でしょと思ってたんですよ、その頃、うん、もうそれこそ本当に10代後半20代21とかですかね確か、うんうん、なんだこれと思って、うん、グイグイ曲がるし、はい、ブレーキめっちゃ効くし、そうだよね、すごい衝撃だったの覚えてますよ、うん、もう
それだって街中でちょっとあの調子づいて走ってるぐらいだったのに山行きましたから試してみたけど山行きましたから、はい、わかりますね。で試した結果、それ街中だったんですけど、うん、調子に乗って走ってて、うん、飛び出してきた車がいて、フルブレーキで、本当で当時の車はもちろん ABS なんかついてなくて、うん、フラットスポットできちゃって、ああそう、ああそうだよね、すごい残念だよねそれ、安全運転しないとダメですね、うん、そうなんですよ、それぐらいタイヤでこう激変しますよね、うん、だからそれを試してみたいですよ、うん、そうなんですよ。X3 乗ったっすけど、やっぱり X3 となんか違いますね。いや違いますね、僕は全然違うとまで言ったら大げさかもしれないですけど、はい、やっぱり違いますよ。なんかある意味この X2 に比べると X3 ってなんかこう、あ SUV だなっていう、そうですね、そうですね、はい、車の動きとか全てそんな感じがしちゃうんで、やっぱりちょっと下道だとちょっと足が硬いかもしれない。そう、はい、僕は全然気が早いんですけど、うん、はい、でもね今こう止まり際はちょっと特殊ですよ、はい、下りでブレーキ踏んで、まあ、そうですね、そう前回重もかかってますよ、そうです、はい、FF 寄りの車だから余計、いやーなんかびっくりした、うん、いい車ですね。アンビエントも絶妙なさじ加減で、うん、うん、なんかはい、デザインは主張してますけど、はい、乗ってると主張しすぎてない感じがしますね。人間工学に基づいてデザイン基づいてますね、はい、はい、失礼いたしました。だから若干このパネルも運転席に傾斜してて、うん、そうですね、BMW ってやっぱりその内装みんな基本一緒っていうかその共通性持たせたデザインなんで、はい、うん、その面白みがないって言われる方もいらっしゃるみたいなんですけど、うん、でも絶対にこうこれここついてんのってないですよね。そうだよね、はい、確かにそうですね。たまに国産車だとなんでこれがここについてんだろうっていうのはありません、うん、はい、スタートだなんでここなんだろうなんでこんな下にスタートボタンついてんだろう。確かにあれ何なんだろうね、分かんないっす、まあ、その僕らがその欧州車基本的に使ってるんで、うん、欧州車ってこう割とこう統一性じゃないですけど、はい、メーカーが違えどなんかこう同じ方向を向いて作ってるというか、うん、そういうのはあるじゃないですか、はい、でも国産車ってなんかメーカーごとになんかこう、ああそうだね、だそういうのもあるのかなっていう気がしますよね、うん、確かに、たまにこう会社の車とか、うん、台車とかで国産車乗ると戸惑っちゃいますよね、うん、ちょっとスイッチすいませんどこでしたっけ、はいはいはい、欧州で車はあんまりそれなくないですか。ないですね、まあ、アベンタドールとか別ですよ、なんか、まあ、まあまあまあああいうのはねちょっと特殊ですけどねちょっとあれどうやってシフトチェンジするんでしたっけってありますけど、うん、なんかもう本当にメルセデスとかアウディワーゲンとか、うん、スイッチなんでこれここなんだろうなみたいなない、うん、確かに、だそれやっぱりこう日常使いっていうか、うん、やっぱりこう生活の一部として、うん、日常としてこう作られているのかなっていう、うん、だ本当にそれこそランボルギーニとか、うん、何でしたっけ、ここにスタートボタンがあるのセナか、はい、うん、ああいうちょっと非日常楽しむ車であれば、うん、そのとんでもレイアウトでもいいかもしれないですけど、うん、はい、本当に使いやすいなっていう、うん、確かに結果なんだろうね、機能優先した結果みんなそうなっていくっていうのが、うん、多分ドイツ車、そうですね、はい、なのかな。結構こう奇抜なデザインってこうめちゃめちゃこう新しいものとして受け入れられるパターンと、うん、こうみんなに気づかれないまま、ね、終わっていくパターンと、うん、例えば BM の3の GT とか、はいはい、ちょっとみんなにこう、うん、受け入れられる前に消滅しちゃったみたいな。そうだよね、
そう思えばその昔 CLS が出たっての頃って、うん、すごい衝撃じゃなかったですか、うん、なんだこの形はっていう。すごい良かったよ。空前の人でしたもんね、うん、ドイツ車がこんなデザイン作るんだとイタリア車見てみたいな乗りだった。窓枠はないわ、窓はちっちゃいわ、ちっちゃいわ、顔出せねえじゃねえかっつって。びっくりでしたよね、うん、奇抜なのってちょっとこう盛り上がる時と盛り上がらない時の差が激しいですけど。そうですね、やっぱり中身は気合い入れて作ってますから、ね、うん、なんか、はい、いやいいなこの車。神さんに乗ってほしいですね。いや本当だね、はい、いやだってこれめっちゃ乗りやすいですよこれ。いや本当にめっちゃ乗りやすいね。え、だって機能的なものを言えばもっとそのなんか サランドビューがついててとかいっぱいありますよ、うん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 、けどなんかもう必要最低限のもの全部ついてるし。そうだね、だいたいそのサランドビューがいらないぐらいこの取り回しもいい。そうなんだよ、うん、本当に。強いて言えばちょっとこのルーフの形状分リアの視界はちょっとあれかな。ちょっとね、はい、でもそうは言っても、もう全然、うん、はい、全然見れないよっていう感じじゃないですか。じゃないですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけれども、他の店舗でも聞いてるんですけど、最近買い取りどうですか。うん、買い取りのお問い合わせもすごく増えていて。あ、本当ですか。はい、まあ多少なりとも買い取りさせていただいて、おかげさまで。でももっと欲しいですじゃあぜひぜひ買い取り、はい、お乗り換えのご相談なんかもそうですね、お気軽にボンドの方までお問い合わせください、はい、というわけで今回は BMW X2M35i をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。